おはようございます。6月12日月曜日、朝6時を過ぎまして、今ねチャートが動き始めました。ドル円の解説を今日もしていくんですけども、今回は速稼塾の塾生さん限定の放送になります。FX オリガルヒに参加の方の放送はもうすでにしましたけども、またねそちらの方は追加していこうかと思います。FX のこちらの速稼塾限定の動画でですね、どのように月曜日は立ち回っていけばいいのか、特に先週は結構値段荒れましたよね。週の前半は140円から145円まで一気に進んでいって、水曜日が終わり、木曜日にね材料が入ってきました。その材料っていうのは口先介入です。それによって木品はなかなかエントリーをするのにふさわしくない日になってしまったので、私はちょっとね観察を皆さんにお勧めしました。で、木品でエントリーされた方もいますけども、やっぱりねうまくいかなかったという声を聞いてますね。で、私も当然ポジション入れませんでした。こういった時に無理してやるもんではなくて、簡単な時に儲けて、難しい時は自分の他の用事とかプライベートのことをやったりとかね、外食に行ったりとか気分をリフレッシュする、それもまあ投資だと思いますし、 FX の上手な長続きの仕方だと思います。ただし毎日 FX から離れちゃダメですよ。毎日離れていくともうそれがね当たり前になっちゃうんですよ。むしろ毎日1日1回でもいいからこの放送を見るとかね、チャートを見るとかして FX に慣れ親しんでいくことね、それが大事だと思います。少なくとも歯磨きをする時間ぐらいは、同じぐらいの時間を FX にきちんと時間を使ってもらいたいなと思いますね。さあそれではね、まずは週足、週が変わりますので週足の方から解説していきます。こちらです。はい、見て取れるのが確定した週足です。この確定した週足、ぐーっと陽線ばかりで来たわけなんですけども、ついに上髭が出ましたね。上髭ってことは上に行く勢いがもう消されてますよってことなんで、今までのようにはいきません。現在価格が142円の159ですか。これちょっと書いておきますね。142円の159となりましたんで、145円、そして140円、この差から半分ぐらい戻ったっていうふうに考えてもいいかなと思います。まあ、半値戻しって言ったらね、なんかよく聞く言葉ですけども、まさに140円から145円まで進んだ、その半分の価格が戻ってきたってことになりますね。じゃあ次は、次なんだ。週足を見たんで、日足ですね。じゃあ1日で見ていくとどうなのかってことなんですけども、前の日、金曜日は、陰線で確定しましたけども、下髭が出てますね。下髭ってことは下から上の力もやはりあるってことなんですよ。ですんで今日は、もしかしたら陽線でスタートして、このまま陽線で終わるかもしれません。今、陽線が出かけてますよね。前回の金曜日の、下髭に呼応するようにまだ上昇の力は続いているということです。まあ全体的に円安ってのは避けられないと思います。長期であればあるほど円安は進むというふうに考えられます。現在は142円ですけども、これがね、再び150円とか、180円とか200円っていうふうな未来が何年後かわかりませんけども、私たちの世界に訪れるのは、まあほぼ決まりじゃないかなと私は思ってますけどね。じゃあ4時間です。4時間をどういうふうに見ていけばいいのか。まず一つは、大きな流れとして、ここをブレイクしたあたりからね、ブレイクしたあたりから、ドーンと伸びて、その後、半値戻しが来てるわけなんですよ。まあ半値以上戻ってますけどね。で、それに反発するように、さらに半値戻しが来ておりますね。まあ正確には3分の1戻しですけど。こういうふうな形で、収束に向かってるのかなっていうところが私の見方であり、テクニカル的には正しいものの見方になってます。まあですので、少なくともこれレンジでも何でもないですよね。トレンドでもレンジでもないでしょ。ここトレンドだとかレンジだとか思う人います？いや、これはね、収束なんですよ。トレンドってのは一方向に進むこと。レンジってのは同じ価格帯の中でうろちょろすること。こういうふうにね。あとは収束って形がまさにこれじゃないですか。ボラティティがこういう風に収まっていって、だんだん値動きが少なくなると。だからここってのは稼ぎやすかったでしょ。次のここってのは私はエントリーしませんでしたけども、値動きが大きくあったわけですよ。上下幅があるから、そこに利益ってものが生まれたり損失が生まれるわけですから、その関係をついて私たちトレーダーってのは稼いでいくわけなんですよ。さあ、値動きが少なくなってくると私たちの出番はなくなります。その代わり、ブレイク待ちっていうね、楽しみが待ってます。じゃあ次は1時間を見て終わっていきますよ。さあ1時間。窓を開けて、ここに
今週の一番スタートの赤いロウソク足ができつつあります。まあセオリーから言うと迷信なんですが、半分この窓を埋めるように動いていくんじゃないですか。一旦下にいたとしても結局窓を埋めるように動くんじゃないですか。でもこれを当てにするのはテクニカル的には正しくないですね。これ迷信ですから。なんで窓ができて何度埋めるのかっていうのは未だによく分かってないわけですよ。ということでね、月曜日はしっかりと様子を見ていっていきたいと思います。やっぱり材料があって大動きした後、140円から145円に動いた後に人工的にその群を止める口先介入っていう材料があった次の週ですから、この1週間を占おうと思ったら月曜日どういうふうな動きをして、今回のフォーメーションっていうのが例えば収束に向かってブレイクなのか、それともまだランダムな動きを続けていくのか、これを見ていく必要があります。特に材料の投入っていうのはもう今週は考えなくてもいいと思いますんで、きちっとテクニカルに沿ったトレードをしていきたいと思います。そしてテクニカルのトレードの最重要なのは見るのも相場ってことなんですよ。いってらっしゃい。